皆さんこんにちは、なおです。いつも私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます。今回がつくしさんとのコラボ企画最後の動画になります。それでつくしさんのザクがついに完成したので撮影のために送っていただきました。こんな感じに丁寧に梱包されてきましたが、早速組み立てたいと思います。はい、私のザクはツヤ消し塗装だったんですが、つくしさんはツヤありで塗装されたんですね。塗装で注目したいのが同じ色なんですが、パール塗装されているところとそうでない普通の光沢のところがあります。私は普段ツヤ消し塗装でしかしないんですが、例えばパネルラインをね塗り分けたりする場合、白と薄いグレーを使ったりする場合があるんですが、光沢塗装でこういった表現も面白いなというふうに思いました。つくしさんが制作されたキットを実際手に持って拝見させていただいた感想なんですが、細かいところまでしっかりと塗り分けがされていて、つくしさんのこのキットに対する愛情というか思い入れというかね、そういうのが伝わってきました。工作に関しても合わせ目もしっかりと消えてますし、ハンドパーツも一部修正されてるんですが、私のよりも自然な感じで素晴らしいと思いました。はい、続いてザク2体でのギャラリーの方を用意しましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、というわけで今回でコラボ企画の動画最後になりますが、いかがでしたでしょうか。今回コラボいただいたつくしさんのシャア専用ザク2の制作動画はつくもでビルドチャンネルでご覧いただけるので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。